こんにちは。4月22日月曜日、いばきら TV ステーションのお時間です。今日も県庁4階のいばきら TV スタジオから生放送でお送りします。今日の担当は私、大沢幸子です。本日の天気は茨城県北部南部ともに晴れ、日中の最高気温は水戸、土浦ともに16度の予報です。先週は雨の日が続いたので久しぶりの晴天で気持ちがいいですね。さて、先週末私は初めての取材ロケに行ってきました。今回の取材の方はですね、水戸の芸術館で主催で行われておりますカフェ&アートというイベントに行ってきました。こちらは街中のカフェの中にですね、展示で絵を飾ってコーヒーと一緒にこの絵を楽しんでいただこうというイベントになっています。なんとこの会場となっている5つのお店にはそれぞれ画家の方が合った絵を選びまして、オリジナルの絵がお楽しみいただけるようになっています。ぜひ皆さんもそれぞれのカフェで絵をお楽しみになってみてはいかがでしょうか。ちなみにこちらの今回取材した内容の方は夕方のいばきら TV ステーションのニュースでご紹介させていただきますので、ぜひお楽しみに。それでは今日のいばきら TV ステーションのメニューをご紹介いたします。まずはじめに茨城新聞ニュース、続いて朝刊ピックアップ、そしていばきらニュースプラスワン、さらにいばきら愛プレイバックのコーナーです。そして今日はゴールデンウィークおすすめ情報もご紹介いたします。それでは初めにこのコーナーからスタートです。行ってみて、茨城新聞ニュースをお伝えします。科学技術に気軽に親しんでもらおうと、水戸市の茨城大学理学部で20日サイエンステクノロジーフェスタが開かれました。光と人間生活についての講演や身近な食材などを使った実験を通し、参加者は科学の世界の一端に触れました。講演では放射線生物学や分子生物学が専門の立花明教授が光が人間に与える影響を分かりやすく解説しました。立花教授は目から入る光が人間の体内時計のリズムを調整しており、深夜に強い光を浴びるとリズムが崩れるため、夜遅くまで起きている子どもが多い現状に疑問を投げかけました。キャンパスではカルメ焼きや符を使って山の噴火の仕組みを学ぶ体験教室が開かれました。ここに上がってきてくれるはずだよね。また物質が発光する原理を学ぶ実験、放射性物質の濃度測定なども行われ、科学に興味を持つ高校生らが大勢訪れました。文部科学省のスーパーサイエンスハイスクールの指定校となっている県立水戸二校の生徒も特別参加し、木の葉を使ったしおり作りなどを行いました。次のニュースです。練り上げでの技法で本県最初の人間国宝に選ばれた笠間市の陶芸家松井康生氏の没後10年の回顧展が20日笠間市の県陶芸美術館で開幕しました。初期の練り上げ作品から硬質な輝きが特徴的な晩年の作品まで、代表作およそ100点を紹介しています。長野県出身の松井氏は30歳で笠間市の月宗寺の住職となり、境内に窯を築いて本格的に陶芸の道に入りました。中国や日本の古い陶磁を研究した後、2種類以上の色土を重ね合わせて模様を作る練り上げでの技法を探求し、独自の表現世界を確立しました。今回の企画展は初期の練り上げ作品に始まり、ろくろで内側から膨らませて表面に亀裂を誘う小裂、磁器に近い土の組成と硬質な輝きを特徴とする晩年の針工に至るまで、松井氏の壮大な芸術世界を紹介しています。
練り上げでという技法を一つに絞りながら、非常にその中で、多彩な発展をして、変貌を遂げている。で、一つ一つの作品も非常に魅力的で、完成度も非常に高く素晴らしいものだということが、これは展示室に来ていただかないとなかなかこう実感していただけないことだと思いますので、ぜひこう、今回の展覧会、ご覧になっていただければと思います。どうやれば19日に開かれた開幕式では、主催者を代表して橋本勝知事が、松井先生は絶えず新しいものを見つけようと前を向いて進まれた陶芸家、素晴らしい作品の数々を多くの人に鑑賞してもらえればと挨拶し、関係者がテープカットしました。没後10年人間国宝松井厚生展は6月16日まで笠間市の県陶芸美術館で行われています。最後のニュースです。寺の住職で絵本作家の諸橋聖光さんによる超大型紙芝居が20日、東海村の村松さん悟空蔵堂で披露され、描かれた絵と絶妙な語り口で聴衆およそ90人を魅了しました。これは村松さん悟空蔵堂が文化講演会として開いたものです。諸橋さんは学生時代に学んだ絵画を生かし、20代後半から仏教説話を紙芝居で表現しています。およそ300話を自ら描いて市民に披露してきました。シンプルなのに非常に面白い日本独自の表現文化、仏の教えを優しく伝えられると魅力を語っています。紙芝居のサイズは縦90センチ横110センチと通常の10倍の大きさで、この日は地獄の物語、雲の糸、それにもちもちの木の3つの話が声優で故宇手和子さんの録音で語られました。仏具で効果音を響かせ、紙を抜く速度に変化をつける紙芝居独特の技法で、聴衆を物語の世界に巧みに引き込んでいました。マネだ、正面ぐらい一人で行けねえのか。民話を掘り起こして紙芝居にするということをやっているんですけれど、なんかとても教えられたという、とても良かったと思います。紙芝居は諸橋先生もいいっての分かってたら、今度大型だったのでとても良かったです。できれば何かこういうのをきっかけにお寺を身近に感じてもらいたい。この先こういった形は違えども、こういった形で子どもたちが集まって来られるような環境になるといいかなとは思いました。以上、茨城新聞ニュースのコーナーでした。続きまして朝刊ピックアップのコーナーです。今日の注目記事はこちらです。相和高校生茨城総文 PR 大会成功へ木工に汗。来年夏に本県で開催される高校文化部の祭典、全国高校総合文化祭に向け、県立相和工業高校の生徒がマスコットキャラをかたどった木製のフレアちゃんクリップ作りに取り組んでいます。今年夏の長崎大会で本県を PR しようと、今年7月までに1000個作るのが目標といいます。3月には来年茨城県に招待する韓国の生徒たちにも贈られた。生徒たちには来年来県者に喜んでもらえる製品を作りたいと励んでいます。全国高校総合文化祭は文化部のインターハイとも呼ばれ、初開催となる茨城県では来年7月27日から31日の5日間、県内9市町村の各会場で演劇や吹奏楽、弁論、コンピューターなど計23部の大会や発表が行われます。開催に向け、県内の高校生が実行委員会を立ち上げ、協力して準備を進めています。生徒たちが作成するのは、県下のバラをモチーフにしたマスコットキャラ、フレアちゃんの木製クリップです。台座部分に、茨城総文2014、全国高等学校総合文化祭などの文字が焼き印され、
台座の上に立つフレアちゃんの裏側にメモ用紙などを挟むクリップが取り付けられています。生徒たちは今年1月から制作に取り組み、これまでに約350個が完成。その一部は実行委員会の別の高校の生徒が色を塗り、3月末招待する韓国の高校に届けられました。同校では夏までに1000個の制作依頼が寄せられ、日々作業に励んでいます。県立相和工業高校コンピューター部の鈴木さんは、自分たちが作ったクリップが韓国の高校生に渡り嬉しい、検品や組み立て作業をしっかりやりたいと話しているということです。以上、朝刊ピックアップのコーナーでした。続きまして、いばきらニュースプラスワンのコーナーです。いばきらスタッフ独自取材のニュースをお伝えします。土曜日の午後、心温まるライブが行われました。20日午後1時より水戸京成百貨店正面口にて、本田美奈子、辻由紀子、ありがとう原画展応援ライブが行われました。会場には磯山淳さんをはじめ、辻由紀子さんにゆかりのあるミュージシャンが集い、歌を披露しました。辻さんも駆けつけご挨拶、ライブは大いに盛り上がりました。本田美奈子、辻由紀子、ありがとう原画展は水戸京成百貨店9階イベントホールにて明日まで開催中です。皆様ぜひお見逃しなく。以上、いばきらニュースプラスワンでした。続きまして、いばきら愛プレイバックのコーナーです。今回のゲストは和風ユニット花風月の皆さんです。どうぞご覧ください。いばきら愛のコーナーです。さあ、本日はですね、いばきらナイトのパーソナリティとしてもおなじみの鈴花優子さんが在籍します和風ユニット花風月の皆さんをお迎えいたしました。はい、よろしくお願いいたします。こんばんは。ありがとうございます。ね、中途半端な時間ですけどもね、こんばんはになりますかね。迷っちゃいました。ちょっとこんにちはかこんばんはか迷っちゃいますよね。はい、はい、ではまずお一人ずつね、改めて自己紹介をお願いいたします。ありがとうございます。私、花風月のピアノとボーカルを務めております、茨城県の水戸市出身の鈴花優子と申します。いばきら TV ではいばきらナイトのパーソナリティも、各週で務めております。今日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。続いて、はい、はい、このバンドの花風月のリーダーということで尺八を担当しています、福島県いわき市出身の神永大輔です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そして、はい、琴を担当しております東京都出身の井袋清志と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日は皆さんね、今まさに今日ライブ演奏を終えられて、はい、こちらに駆けつけていただいたということなんですよね。はい、今日はどんなところで演奏されてきたんですか？今日はですね、はい、茨城県立子ども病院というところで、はい、結構難病のお子さんたちが多い病院なんですけれども、はいはい、そちらで馴染みのある曲を中心に演奏を3人でさせていただきまして、はい、今日はですね、音響機材をなど使わず、はい、生音でお届けするというのをコンセプトで、はい、あ、今写真出てますね。出てますね。マイクを使わずに、はい、生の歌声で演奏されてきた、はい、ね、とても近い距離の中で演奏させていただきました。はい、はい、どんな雰囲気の演奏でしたか？すごくアットホームでしたね。はい、はい、最初は人も
待っててくださった方もいたんですが、はい、始まりましたら、はい、より周りにどんどん広がってきて、はいはい、たくさんの方に聞いていただけたので本当良かったです、ね、より近いところでね今日は聞いていただけたようですよね。はい、はい、感想をじゃあ聞いてみようかな。じゃあリーダーどうでしたか。はい、そうですね、なかなかこととか尺八のその音を聞いていただくということはないことだと思いますので、はいはいはい、今日は生音で琴と尺八だけの曲も演奏して、はい、さらにボーカル優子さんの詩吟も聴いてもらって、あ、はい、そうなんですね、それを生で届けられたというのがとても良かったんじゃないですか。素敵な演奏会でしたね。はい、そしてなんかちょっと雰囲気的には一見ね寡黙に見えますけれども、全然そんなことないんですよ。そんなことないんですね、はい、ちょっとまだ作ってますね。あ、なるほど、はい、じゃあいじってみましょう。1枚ずつ出していきましょうか。はい、今日はどんな演奏会でしたか。今日はでもすごい畑さんアットホームで、もうお母さんがずっとお子さん抱っこしながら見てくれたりとか、はい、まあ落ち着きがまだない年頃の2歳とか3歳ぐらいのお子さんはこう遊びながらたまにこっち見てくれたりとかして、なんかすごい面白かったですよね。そうですね、子どもたちの前で、あのたくさんの子どもたちの前で演奏する機会というのは、はい、実は今日花風月としては本当に初めてでしたので、ではい、結構やはり大人の方向けっていう機会の方が今まで多かったので、うんうん、とても私たちも新鮮で、うん、反応がやはり面白かったですね。オリジナル曲とかもあるんですけれども、うん、子供たちが喜びそうな楽曲なんかも、うん、花風月アレンジでお届けしてきました。なるほど、はい、なんかどうしてもね、お琴とか尺八っていうと子供たちにはまだまだね馴染みのない楽器ですもんね、うん、改めてなんかこれを機会にね楽しくこうしていただけるといいですよね。はい、はい、そして、今日はこの他にも、はい、お写真の方が届いておりまして、はい、出ますか、お写真の方が。はい、こちらですね。はい、こちらは皆さんお着物にそして羽織袴といったお姿ですけど、こちらは足伸ばしてるけどダメだねこれ。なんかかっこいいのに、なんか座り方がちょっとみたいな、足開いちゃってないですね。こちらは、はい、どんなお写真なんですか。これはですね、はい、もう去年になってしまうんですが、はい、花風月自体まだ結成して、はい、ちょうど今で1年目ぐらいなんですが、はい、半年ぐらいの時に、まあ、震災の後間もなくでしたので、はい、私が茨城出身、そして、はい、神永が いわき出身なので、はい、いわきと茨城のツアーを行ったんですね、うんはい、その中の一環で、うん、これは茨城県の桐陵高校と慶明高校に、うん、芸術鑑賞会ということで最後の到着地点をこちらで演奏させていただきまして、はいはい、震災に向けて震災の後に作ったような楽曲を含め、うん、それ以外にも詩吟ですとか、はい、そういったものを演奏する会だったんですね。なるほど。で顔が映ってもいい子集まってって言ったら、うん、こんな感じでみんな集まってきてくれて、後ろに元気よく映ってるのは高校生の皆さんなんですね。そうですね、たくさん集まってもらいました。はい、ね、楽しそう。結構私たちニコニコ動画で、はい、動画を上げたりとか活動することも多いので、はい、若い子たちもそういうので喜んでくれてですね、はい、すごい楽しい回でした、この時は。なるほど、鈴花さんね、綺麗な赤のお着物がよく似合ってましたね。 ありがとうございます。気合い入れる時は赤って決めてる。なるほど、はい、勝負色が赤。今日も、はい、今日ねワンポイントでね、はい、こちら髪飾りとか、ね、襟とか、はい、ちょっといろんなところに赤がねアクセントでいい感じですねさて、皆さんですね、東京のご出身、いわきのご出身、そして茨城水戸のご出身と、それぞれのご出身が違う方々が一体どうやって出会って、はい、結成まで至ったのか、出会ったきっかけと、まあ、結成までの道のりといいますか、はい、教えていただけますか。もうね、最近はこれはよくやはり聞かれるんですよ、なぜこうなったのっていうのをよく聞かれるんですけれども、私実は詩吟を幼い頃からずっとやっておりまして、はい、でそれでその詩吟で、大会で茨城県の代表となって、はい、詩吟をやった時に、はい、日本一を取らせていただいた。優勝、全国大会で優勝、はい、素晴らしい。でそれが、ちょうど1年、まあ、12月だったので、はい、2年前にはなるんですが、はい、1年前ぐらいでして、はい、その後にちょうどニコニコ動画の中での祭典がありまして、はいはい、その中でちょっと面白いから詩吟やってみようって言って、うん、ある祭典で詩吟をやったんです、はい、そしたらそこでもちょっとグランプリ取らせていただきまして、素晴らしいですね。そしたら幕張メッセでイベントに出れることになったんですね、はい、でせっかくなら若い尺八と琴の奏者を一緒にやりたいと思って、はい、インターネット上で呼びかけたんですよ、はい、そしたらですね、僕がその情報を見つけたんですね。釣れた、釣れた、はい、ちょっと釣れたんですね。面白そうだなと思って、はい、連絡を取って、はいはい、
今時の、はい、最初に会ったんですよ、大ちゃんと私が。お二人が。そうですね、はいはい、最初はそのイベントに向けて、はい、とりあえず一回一緒にやろうっていう話だったんで、はい、で、もともと女性のこと奏者とも紹介されて、はい、迷って一緒に会ってセッションしたりとかしようとしてたんですけれども、はいはい、まあ、彼からいや僕一緒にやっていておすすめの人がいるんです、いい人がいると、なるほど、はい、そしてたどり着いたのが胃袋さん、なるほど、僕はもうオーディションを受けて見事に受かったということで、いや本当になんかオーディションだと思ってたらしくて、あ、そうなんですね、スタジオに呼び出されて、じゃ緊張でいらしたわけですね、楽器、はい、の準備が終わった頃に胃袋さんがおはようございますそんなこと、そうですね、なんか弾けます言ったかもしれない、その30分後ぐらいに僕が現れたんですよ遅刻しちゃうすごくリラックスしたオーディションですオーディションのつもりなかったんですけど、なるほど、で、まあ、本当はそのイベントに向けてと思ってたんですが、はい、もうその日に3人で会ったら本当に意気投合して、はい、でその後ファミレスに行ったんだよね、3人でね、そしたら、うん、もうユニット組んじゃわないみたいなノリになって、うん、その日にユニット名が決まったんです、あ、もうすぐこの花風月という名前が出ました、うん、そうなんですね、はい、その絵はどの辺から、まあ、花風月って花と風と月ですよね、うん、そうすると、まあ、花が誰で風が誰で月が誰なのかちょっと気になってくるところなんですけど、はい、花はもちろん花はそうですね、私銀合っていうのがありまして詩吟の名前、はいはい、それが聖歌って言ってその花の字がやはり入っていて、はい、やっぱり花の字をすごく昔から好きなんですね、はいはいはい、でまあ、花は私なんですけれども、で花鳥風月っていう私楽曲がオリジナルであるんですけど、はい、私その言葉も好きで、うん、なんかこういう系がいいねって言ってた時に、なるほど、まあ、実は蝶は聞いてくださるお客様っていう体でね、はい、話をしていて、うん、はい、で月が好きだって言ったんだよね、今日もお月様、うん、そうですね、うさちゃんが入りながらいるいますよ、お月様にね、はい、月が胃袋さんです、はい、袋さんことの、ね、はい、一応ということ武将ってやる、そうですね、尺八の、まあ、風ということでなるほど、風担当で衣装で言ったら今日さっき発見したんですけど、はい、この衣装、はい、見てください、見えますか、ここにこれ胃袋の衣装だびっくりしました、これちょっとなんか担当これ花もあるし、そうですよね、花もあるし、みんな揃ってますね、こちらね、リーダーだなと思って、あれを感じましたね、リーダー息ばっちりで、ね、ということで、はい、インターネットで手を挙げてということで、本当にね、今時のツイッターとかね、はい、この番組もね、はい、インターネット放送ですから、またこれで広がっていくといいなと思うんですけど、見てください、まあ、もともとその詩吟をきっかけに、まあ、集まった3人ではあるんですけれども、はい、まあ、ゆうこさんはもともとそのピアノの弾き語りでオリジナルを、まあ、歌っているということで、ポップスですね、はい、まあ、そこにも一緒にそのことと尺八で入ったら面白いんじゃないかというところで、うん、花風月今活動をしております。なるほど、この他にも、茨城県内などでもさまざまな活動をされているということなんですけれども、はい、主な活動、これまでどんな活動していらしたかということもちょっと教えていただけますか。今まで何があったかな、はい、例えば今年の新春の、はい、茨城空港の、はいはい、ライブいらっしゃったって、実は私行っておりましたそれも偶然ですよね、そうそう、本当に素晴らしい演奏を聴かせていただきまして、エアポートコンサートね、そうですね、1月2日に、はい、あれは40分ぐらいのワンス、ね、私たちのステージが、そうですね、結構長いステージいただきましたね、はい、いただいて、実はね、なかなか空港でああいった音楽をやるっていうのは、はい、珍しいことだそうなんですよ、ね、そうなんですか、はい、そう、なんかその向かい側にいたお店の、マイク触っちゃってすみません向かい側のお店の方々たちがどんどん差し入れ持ってきてくださったり、はい、とってもやっぱり茨城あったかいと思った、ね、瞬間だったんですけど、はい、でそれ以外にはあとは JA の高木のお祭りに出たりですとか、はいはい、あとはその水戸市内のライブハウスでライブをしたっていうこともありましたし、はいはい、いろんなところでちょっとずつですけれども、はい、ま、東京都内での演奏はそれなりにやはり多いんですけれども、はい、やはり私茨城出身で茨城愛してますので、はい、県内での演奏の機会っていうのをすごく広めたいなっていう思いがあって、今頑張ってる最中です ね、これからどんどんね、茨城の地元の皆さんにね、はい、応援していただきたいですよね、まずはもう背中を押していただきたいと、はい、そういうふうに思ってますので、
もうあのインターネットですでに優子さん の、はいはい、あの放送を見られた方もいらっしゃるかと思うんですけれども、この3人で来ていただくっていうのは本当に初めてのことなので、はい、今日はあのせっかくですので、はい、こちらスタジオでぜひ演奏の方を披露していただきたいなと思いますんでね、はい、あのではスタンバイの方をお願いしたいと思います、はいはい、曲はあの場所へどうぞ。ありがとうございます。どうぞ皆さんお席の方にお戻りください。いやもううっとりましたよ。ありがとうございました。あのゆうこさんの、ね、歌声は、はい、もちろん透き通るような歌声からちょっとね、まあ、渋さも入ったような詩吟の時とまた全然変えていって詩吟、うん、の時は割とっていう拳を回すんですが、はいはい、今みたいな楽曲の時にはまた少し違った雰囲気で歌わせていただいています、はいはい、そしてあの私ねちょっとまあ空港には行かせていただいたんですけれども、こんなに近くで演奏をね拝見したのは、まあ、今日が初めてだったんですけれども、はい、あの尺八とそしてお琴、なかなかねあのお琴
とかって女性の方はやってらっしゃる方多いですけれども、はい、男性の方が引かれてるとかね、あ、まあ、引くっていうんでしょうか、おことは、ね、珍しいですもんね、これでまたファンが増えるんではないでしょうか。さてですね、はい、前半はこれまでの活動について伺ってきたんですけれども、はい、今後の活動についてね、ちょっとどんなイベントなんかがあったら教えていただきたいんですけれども、はい、はい、今県内で決まっているものもすでに一つあるんですね、はい、常陸大宮市の小川、はい、旧小川村ですかね、はい、今は何て言うんですか、小川常陸大宮市でいいんでしょうか、ですよね、旧小川村地区ですね、はい、旧小川村地区の、はい、7月14日に七夕祭りがあるそうで、はいはいはい、以前NHK の方に出させていただいた時に、はい、その様子を見ててくださって、はい、ぜひその町に来てライブをしてほしいということでご依頼いただきまして、はい、で今度花風月が行くことに決まってますので、はい、もし県内の方で遊びに来ていただける方いらっしゃいましたら、ぜひその七夕祭りをね、はい、お越しいただければ7月14日ですね、ですね、はいはい、ぜひ皆さん来ていただきたいと思います、そして順番ちょっと逆になっちゃうんですけども、はい、今日はねちょっとチラシをお持ちいただいたんですけども、はい、これ東京都内なんですけどね、はい、5月の18日土曜日にこ ち,、はい、こちらの古城の月はい、そして古城の月流天の花というね、はい、ライブが行われそうなんですけども、これ実はレコ初ライブでございまして、はいはい、花風月の先ほどの曲も入ってるんですが、はい、オリジナル曲を詰めたレコード発売記念ライブということで、ちょっとこの入江慎吾さん注目なんですね、はい、作と演出をされた入江慎吾さん、はい、こちらの有名な相棒というドラマを脚本家として書いていらっしゃったりですとか、今はアニメの黒子のバスケですとか、はい、そういったものですとか、あとは2時間ドラマよく書かれていて、はい、釣りデカっていうものなどを書かれている方がですね、はい、花風月のオリジナル曲に載せて物語を書いていただいたんですね、はい、一緒にコラボをして一夜限りの世界観をお届けしようということで、この日は剣舞の方とかも和太鼓の方とか、なるほど、また新しい、はい、感じでやりますので、はい、まあ、遠いんですけれどもこういった形 で、ね、はい、チケットなんかは どういう方法で購入したらいいんですか。チケットはですね、はい、まあ、私ツイッターとかフェイスブックで情報を書いているので、はい、じゃあ花優子で、あとはホームページ載ってます、花風月の、花風月で検索していただいて、はい、ここに、まあ、会場にですねチケット窓口があるんですけど、はい、そのあたりはホームページをご覧いただければと思います、はい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 、ではですね、今日せっかくご出演いただきましたので、はい、4月からちょっとだけリニューアルしたイバキラ TV なんですけれども、はい、イバキラ TV に期待していることは、期待していること、はい、リーダー、はい、そうですね、花風月としては、はい、まあ、優子さんがその地元水戸出身ということもありますので、はい、ぜひもしよろしければ花風月のオリジナル曲で、例えばテーマソングだったりとか、ね、書きます、ぜひお願いします、なと思っております。本当に今一番思ってることは、はい、私東京都内で1年間中心に花風月活動しましたけれども、はい、その茨城の方にこういう鈴花いるぞってことをもっと知っていただいて、うんうん、背中を押していただけたらすごく嬉しいなと思っていて、はい、茨城キラ TV さんと一緒に何かこう盛り上げられたらいいなって、勝手に思ってますが、よろしくお願いします。ぜひお願いします、はい、さあ、そして今日は視聴者の皆さんに素敵なプレゼントをご用意いただいた、はい、ということで、さっき決めちゃったので、はい、突然決まりました。これはですね、はい、今度発売する CD とはまた別なんですけれども、はい、こちらですね、はいはい、これ裏面は彼らが持っていて、表面が私、かっこいいジャケットが出来上がりましたね、はい、サインを入れたんですが、詩吟、はい、と詩吟が2曲と唱歌が入っている CD、はい、あるになります、はい、こちらをですね、ぜひプレゼントさせていただきたいなと思いまして、はい、すいません勝手ながら、はい、で応募方法が先ほど伺いましたら、はい、この後イバキラ TV さんの Facebook ですとか Twitter で、応募方法を告知していただけるということでしたので、ぜひ皆さんこちらもお見逃しなく、はい、チェックしていただければと思います。はい、では最後に視聴者の方々にじゃあ
伊袋さん行ってみます？行ってみよう。行ってみよう。ちょっと今日あんまり喋ってないから。そう。もっとこう自分出していこう。はい、一言視聴者の皆さんにお願いします。はい、これからですね、花風月も、茨城、東京を中心にですね、関東を中心にいろんな場所で活動していきますので、見かけた時にですわね、見かけた時にはね、リーダーがね、大と申しますので、はい、大さんと呼んでいただけるとリーダーが、はい、そこですか。そう、おでこ撫でさせてくれます。はい、何何。大丈夫ですね。ご利益があるので。ご利益ありますよ。はい。いろんな場所で声かけていただければなと思います。はい。ぜひぜひいろんなところで演奏させてください。はい、応援してください。はい、頑張ってください。応援してます。はい、ということで本日のいばきら愛のゲストはですね、花風月の皆さん、伊袋清さん、神永大輔さん、そして鈴花優子さんにお越しいただきました。はい、ありがとうございました。頑張ってください。はい、頑張って。頑張って茨城。頑張って。ありがとうございました。以上、いばきら愛の花風月の皆さん、とっても素敵でしたね。聞き入ってしまいました。さて、本日夕方のいばきら愛のコーナーでは、4月28、29日に行われる茨城の食王座決定戦についてご紹介します。こちらもどうぞお楽しみに。以上、いばきら愛プレイバックのコーナーでした。続きまして、知って得するゴールデンウィークおすすめ情報コーナーです。どうぞご覧ください。4月29日月曜日から5月5日日曜日までの1週間、笠間の火祭りが開催されます。笠間火祭りはゴールデンウィーク中で県内ナンバーワンの来場者数を誇るイベントであり、開催期間中は会場付近の渋滞が予想されます。渋滞緩和のため関係者が協力して対策を実施しておりますのでご紹介します。火祭り期間中の平日を除く4月29日および5月3日から5日の合わせて4日間、畜産試験場跡地に大規模駐車場を設定し、シャトルバスの運行を行います。ご利用者には笠間焼きのプレゼントがあるほか、会場まで渋滞せずスムーズに行き来することができますので、ぜひご利用ください。なお、ご利用には渋滞緩和協力金として500円がかかりますので、ご了承ください。駐車場へは、友部インターチェンジ、友部スマートインターチェンジ、岩間インターチェンジ、および国道50号から大規模駐車場に通じる道路に黄色の案内看板を設置しておりますので、看板に従ってお進みください。大規模駐車場については、火祭りホームページでお知らせしているほか、駐車場の案内チラシを常磐道、北関東自動車道のサービスエリアなどで配布しておりますのでご覧ください。また北関東自動車道で栃木、群馬方面からお越しの方は、笠間西インターチェンジをご利用いただき、国道50号を使って市街地までお越しいただくと、市内の駐車場から無料周遊バスなどで会場まで行くことができますので、会場周辺の渋滞緩和のためご協力をお願いいたします。以上、知って得する茨城ゴールデンウィーク情報のコーナーでした。先ほど茨城新聞ニュースでご紹介いたしました、絵本作家の諸橋聖光さんの聖の字に誤りがありました。訂正してお詫び申し上げます。さて、生放送でお送りしてまいりましたいばきら TV ステーション、そろそろお別れのお時間です。皆さん、お楽しみいただけましたでしょうか。さて皆さん、先週末水戸バーバルバールというイベントが行われたのはご存知でしょうか。ご参加されたという方もいらっしゃるのではないでしょうか。実は私も参加してまいりました。こちらお写真撮ってみましたのでご紹介したいと思います。こちらのですね、バーバルバールというイベントは、手首にリストバンドをつけて4枚綴りのチケットを購入して、好きなお店を4軒自由に巡れるという飲み歩きイベントになっているんです。私もいろんなお店4軒回ってまいりまして、お写真の方を撮ってまいりました。こちらはですね、奥久慈しゃものラーメンということで、このチラシの方にもね、
掲載されていて、とても人気のメニューだったんですけれども、こちらを食べたりですとか、あとはこういった韓国料理のお店、もうたくさん3皿ぐらいですね、おつまみが提供いただきまして、とてもたくさん美味しいものを食べてまいりました。こういった感じで、それぞれのお店でオリジナルのワンドリンク、ワンフードを提供してもらえるというイベントになってまして、とっても楽しくて美味しいイベントになっています。私は今回2回目の参加だったんですけれども、新たな今まで行ったことのないようなお気に入りのお店もできまして、とても楽しく参加させていただきました。この参加店の方もですね、エリアがどんどん拡大しているということですので、ぜひ皆さんも参加してみてはいかがでしょうか。さて、この後夕方のいばきら TV ステーションは午後4時55分から、県庁4階いばきら TV スタジオからの生放送でお送りいたします。またオンデマンド番組もバラエティ豊かに配信中です。引き続きいばきら TV をキラキラっとお楽しみください。それでは素敵な午後をお送りください。